八坂町は、京都府北部、丹後地方に、かつて存在した町。2004年4月1日の市町村合併で、京丹後市となり、消滅した。明智光秀の娘、細川ガラシャが一時期陰性したアジハニノや、古くは、平城系に赤米を献上し、1981年に、京都市や、足田幸雄が、岡山県総茶市の神社から譲り受けた赤米の、 復活栽培に成功し、古代米が日本全国で一般化するに導いた日本古代島研究会誕生につながったことで知られる。八坂町の町省庁賞は八坂を図案化し、縁は住民の輪によって発展する町の将来を願い描かれた。町の木は赤松、町の花は福寿草である。町の特産品としてチューリップ、カブラ、さつまいも、赤米酒、 スイス村せんべいが知られた。京都府の北西部丹後半島基部の内陸に位置し、西部は小さな盆地、東部は丹後半島の山々が控えた。総面積は80.38平方キロメートル。天平時代には、町内域の鳥取里から足ぬが、芋屋号からは、赤米が献上された歴史のままに、絹織物と農業と機関産業としつつ、 戦後の経済成長の中で過疎化が進んだことから、福祉のまちづくりを重視した。2005年、在職中の公共工事の指名競争入札をめぐり、予定価格を漏らしたとして、元町長が競売入札妨害容疑で逮捕された。ありがとうございます。